はい、じゃあ、笑顔でいきましょう。オッケー。はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。どうぞ。皆さん、こんにちは。ゴリラ店長でーす。すずるりでーす。ちょっとあんま好きじゃない。ほら。はい、皆さんこんにちは、ゴリラ店長です。こんにちは、すずるりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ変なところで息が入っちゃいましたね。はい、すずるり、はいはいはい、今回は第9回目ですよ、うん、おー、9回目はね、じゃんじゃじゃん、今日は店長が出してくれるんですね。よし、重たいぞー。ほい、おー、なんだろう、なんでしょうか。まだ状態ならわかんないですね。わからんね、箱だけじゃ。よし、行くぞ。よっ、おー、え、あっ、なんだこれは。あ、ちゃんぽんだ。ちゃんぽん、うわ、すごい。あの、八幡浜の名店のイーグルさんのちゃんぽん。八幡浜ちゃんぽんって有名ですよね。そう、見てこれ、しかもこの6つ入ってるから。豪華。これ腹いっぱいよ。すごいすごいすごい。これ大家族の大家族で見てこれ、ね、これはいやはり並べますから。これはい、ちゃんぽん、これお湯の満点数、見てこれ、見てこれ、見てこれ、おー、見てください。すごいでしょ、ボリュームたっぷりですね。イーグルさんのちゃんぽん、え、麺とスープと肉と野菜入り。いいところに気づくな。これね、見てみて、裏返して。おー、はい、全部入ってる。そう、嬉しい。しかもあのワンパン料理ね、もう切ったり切るとかもういらない、もう。店長、うん、このちゃんぽんを出しているイーグルさんは、はい、どんなお店なんですか。いや、たまにはね、やっぱりちゃんぽんのお店たくさんあるんですけど、もうその中でも本当に美味しいお店で、今がね、創業が1962年。お、来年で還暦です、うん、60年。で、今のご主人がね、3代目、まだ36歳の若い方なんやけど、もうすごいこの前向きでね、でこの八幡浜のちゃんぽんも広めたいということで、やっぱこの歴史があるね、ちゃんぽんをこの守るっていうのも大事なんですけど、うん、やっぱこれからは外にも発信していこうということで、うん、これができたと、攻めの姿勢で作ったのがこちらの商品です。いいですね。そう、じゃあ開けてみるね。はい、よし、中にまず麺、麺、これ1食分ですか。うん、ボリューミーだ、うん、結構入ってる、ペロッと食えるから美味しすぎてで、これお野菜、ここによかったらもやしをね、ちょっと加えてもらったら量も増えるし、野菜も取れるんでね、よりお店に近づきます。で、お肉、あー、いいですね、お肉も入ってるのって嬉しいですよ。なかなかなくないですか。そういうことですよ、うん、自慢のスープ、こだわりのスープね。ほら、もう鶏ガラの旨味がグーン入ってるから、うん、裏にこれちゃんと乗ってるから、作り方もね、あ、これ乗ってるんですね、うん、もう本当に簡単なんですね。簡単ですよ、鍋一つですぐできちゃいそう。まずは1、鍋に油をひいて野菜と豚肉を入れて炒めます。よっしゃ、これ油を入れます。はい、よっしゃ、おわ、おー、お手やな。これ開けようか。お願いします。よし、ちょっと混ぜてくれ、そぐろり。はい、うわ、すごい、なんか野菜、本当に切りたてのような野菜が入ってるんですよ、ね、うん、いい匂い、いい匂い。よっしゃ、今回は2食分作っております。はい、よし、で、肉、お肉だ、あー、いい匂い、いい匂いよ、いいの、この野菜の旨味と豚肉のこのお肉のね、油の旨味、よし、はい、はい、ちょっとこれで炒めてまいります。うわ、もうこの時点で美味しそう、これこのまま食べられますよ。もう食べたいよ、うん、よし、色がついてきたんでスープ入れようか。入れますか。これ簡単やな。はい、じゃあス
スープ入れましょうか。炒まったところにこの秘伝のスープを入れましょう。入れましょう、せーの、はい。うわー、透き通っている。今出会ったぞ、鶏ガラの旨味と豚肉の旨味と野菜の旨味がすべて出会ったぞ。あ、うまそうっすね。あ、もううまそう。よし、で、こっから先も一個ね、あるんですよ、長広さんに習ったの、うんうん、もうグラグラーってなるまでもう沸かすんです。さあ、待ちましょう。待ちましょう。これ、あの、イーグルの匂い。あ、いつでもどこでも、もうそこがイーグルだから。どこでもイーグル。キッチンが本当にイーグルの匂い。そう、やっぱこの、あれだな、お店から羽ばたいてきてくれたな、イーグルが。あー、イーグルね。イーグルだけね、私がね。おお、なんかグツグツしてきましたよ。これはこれを待ってたんだ、うん、ここで入れどころですね、麺の。ちょっと火を弱めまして、よし、入れましょう。もう麺がすぐできるから、はい、入れるよ、せーの、おいやー、いやー、ステップモデン。え、嘘。あれ、よし、すずろり、混ぜてくれ。はい。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、もう別に OK、 20秒から40秒、うん、もうちょっとやる。そんなあっという間なんですね。そうなんですよ。え、大丈夫？40秒いきます？うん、で、書いてたから。ちゃんと数、かわいいな、ね、頭数えるかな。32、8、7、6、5、4、3、2、1、できたー、完成です。いやー、美味しそう。美味しそうだな。じゃあ盛り付けましょうか、うん、これ見て、これうおプリプリだぜ。すごいボリュームがあるな。こんなもんかな。よーし、ヘイ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 。もう来たぜ来たぜ。イーグルの店員さんかな。あ、いらっしゃい。はい、はい、ちゃんぽん2あります。すいません、長広さん。イーグルもっとスタイリッシュな感じ。うるさいな。うるさいな。よし。うおー、透き通ってますよ。簡単やったな、うん、お店の味を本当に、ここがイーグルになりましたね。なったね。もう洗い物も少ないもん、うん、これ一つ、鍋一つ、うん、せーの、いただきます。まずはスープだろうな。よい、これこれは裏が浮いとる、いい感じに。うめえ。笑けてくるわ。うめえ。すぎて。ほっ、はい、これ。美味しそう。うまい。出た。あー、うま。本当に美味しい。麺もな、ふわふわでめちゃめちゃ美味しいぞ。スープと絡む。あー、美味しそう。いただきます。美味しい、うん、なんか染み渡る味、うん、君が作ったんだぞ、ね、本当ですね。同じ、私が作ったんですよ。すごい、これは飲み物だ、うんうん、美味しい。じゃあ私も麺と野菜もう一気にガッといっちゃいますね。結構野菜も入っとるけどね、うん、いいね。いただきます。うん、おいしい。本当に幸せ。もう本当に麺とこのスープが
絡んで、しかもこの野菜とお肉の旨味がもう全部合わさって美味しい、うん、うまいこと言うわ。いやこれは美味しい。なんかミオル僕らも幸せになるね、なんかね、スズロの食べ方はなんかいいね。本当に美味しい。もう一回食べてみて。え、ほんまに何ですか。もう一回食べてみて。いただきます。美味しいと言いました。幸せ。いやー、美味しかったですね。うまかったな。もうペロリです。完食ペロリ。美味しかった。本当に美味しかったね。本当に美味しかったです。お店で食べるそのまんまや。うん。ああ。これがね、手軽に家でできるなんていいですよね。最高。しかも6つ入ってるから。豪華。調理も簡単やし。うん、洗い物も少ないし、いいですね。そうですよ。店長、うん、改めて、うん、このイーグルの魅力、やっぱりね、八幡浜のソウルフードちゃんぽん、本当はね、八幡浜に行かんと食べれんかったちゃんぽんがもうボタン一つでね、家にこれが届くわけ、うん、もう家がイーグルなの、そこがイーグルになるわけ。そこがイーグルに。そういうこと、そういうことです、うん、ぜひね、このお店もね、本当に美味しい料理たくさんあるので、うん、あの焼き飯とか、ね、カツ丼とか本当にお店も美味しい、絶対お店も行ってほしいんやけど、ちょっと難しい方とか、ちょっと家で手軽にちゃんぽん食べたいなっていう方は、ぜひ愛媛いいものマルシェでこちらのちゃんぽんをね、ご注文いただいて、簡単に家で作ってほしいですね。うん、本当に手軽なので、うん、ぜひ皆さん召し上がってみてください。よろしくお願いします。はい、それではまた次回お楽しみに。お楽しみに。イーグルが好きな人はでも買ってほしいですよね。いや最高よ。思った以上にイーグルでした、本当に。ああいいな今の。やっぱ本家を食べた人。思った以上にイーグルだった。思った以上にイーグルでした。すごかったね本当に。すごい。なんかこのパックであの味再現するのすごくないですか。すごいよ、うん、ちょっと感動しましたこれ。これ今回ちょっと価値が結構いくっていうんじゃない。うん、バッチリ取ってる。これバッチリ使いましょう。放送後トークで。放送後トーク、リンマンを食べながら。いや本当びっくりした。いや本当に美味しかった。びっくりしたな。あの器の中がもうイーグルの味、うん、完璧に。そう完璧にな、パーペキに。これイーグルのチャーハンも好きなんですよ、うん、僕は。あ、黒い。黒い。え？あれもちょっと中広さん商品にしてくれるんじゃないか。無理かな。中広さんお願いします。お願いします。買います。真空パックにしてな。カツ丼と。カツ丼難しいじゃないか。全部これはいいな。中広さんちょっとぜひお願いします、ね、チャーハンも食べたいです。食べたいです。さあますます俺も熊頃も太るぞ。